第一と兄のサッカーラジオ。はい、今回もやっていきたいと思います。やっていきたい人。はい。よし、いいよ。やってたらいいと思うよ。はい、やっていきましょう。最近何ハマってますか？ハマってるもの。うん。ないな。いやいや。まあゲームですかね。やっぱり。あ、私はね。はい。あれですよ。何ですか？フルハウス。ああ、はいはいはい。うん。アメリカの。フルハウス昔やった。うん。あのね、87年ぐらいにね放送されてるらしいよ。結構アメリカで。古いんやな。でね、私は90年代初期ぐらいで見たはずなの。初代80年代ぐらいにやってた。あ、そうやな。じゃあ2代目とかになってしまうな。まあ NHK で放送されてたわけよ。はいはい。まあそれを見てね、おぼろげに覚えてた私は。フルハウスっていうのがどういうストーリーかっていうのはね。うん。ミシェルとかね。はいはいはい。おったりとか。DJ とかね。あ、なんかおったな。おるんやけど、うん。いまいち覚えてなかったよ。相関関係みたいな。うん、兄貴やと思ってたの俺。ジョイってコメディアンの人と、うん、ジェシーっていうロッカーの人俺、はいはい、でダニーっていうのが俺、うん、ダニーが家主ね。あ、そうで DJ っていう女の子が長女で、まあ、長男なんよ、うん、うんって、うん、長女やん、うんって言われたらきついわ。でステファニーが次女で、ミシェルが三女で、まあ、末っ子、うん、で一番最初は本当赤ん坊なんや。全くもう本当に完全に赤ん坊、うん、顔のそのなんていうの形っていうかさ、完全に今の俺が見てた頃のは多分第7シーズンぐらいない、おそらく、うん、あの頃のミシェルじゃないよ全然。あ、もう第1シーズン見たけど完全にハゲたやつない。ハゲたスライムみたいな顔してんだよ本当に。言い過ぎやろ。だから全く本当赤ん坊の状態からスタートしてたみたいで、うん、そんなん知らんで見てたから、うん、あれね見たらね成長していくんよシーズンごとに。ああ、そうなの。明らかに変わるんよ顔が、うん、立つしね、しかも歩けんかったな。うん、なんか微妙な感動があるね。そのなんていうか俳優なんやけど、うん、みんなね、うん、子役も含めて、うん、なんか本当に人間がそこで生活してて本当のその人間の言葉を言ってるみたいに 見えるんよ。なんか、うん、成長するから、みんな子供がね、ああ、そうよね、子供が成長するから、うん、次女も成長するし長女も成長するわけよ、うん、だって末っ子が成長するってことはまあ言わんでも分かるわ。だって長女も次女もそれは子供なわけやから成長するわけよ。とにかく聞いてくれみんな、はい、聞いてますよ。でそれを見るとね、うん、当たり前に一般家庭でそのぶち当たるような壁、うん、例えば学校で長女がいじめにあったとか、中学校になって初日でなんか壁にぶち当たるとか、うん、その時に親がなんて言うんやろうとか、うん、そういうの見るとね、あったなとか、あ、こういう風に切り返すんかとか、あとねアメリカのその生活の中を見るから、うん、そのコーンフレークとか食うわけやんか、シリアルよ、うん、あとミルク飲んだりとかしてるとか、うん、普通にそのミルクってのはその赤ちゃん用じゃなくて牛乳ね、うん、あんなの飲んでるで子供が飲むシーンとかがあるわけですよ、うん、そういうのってね、なんか生活の一部を映し出すみたいなのがな、あんまそんなないんよ言うほど。それが当たり前にずっと長い時間流れるみたいな、うん、ちょっとしたシーンではあるけど、その後すぐ銃撃戦とかやんだいたい。そうやね。やろ、うん、捜査に入ったりとか、うん、薬売ってるやつ捕まえに行ったりとかするやん。そうじゃなくてその家の中で何かが起こる。あ、そういうの見たら、あ、アメリカ人でもこんなんするんやなとか、うん、例えばミルクをさストローで飲むんやけど、うん、逆噴射してブク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 ってやるやん。 はいはい、あれアメリカ人でもやっぱやるんや。子供あれ楽しくてしょうがないんやっぱアメリカの子供も。なるほど。あれはミシェルがやってんのよ末っ子が。でブクブクブクってやって、うんでダメだよみたいなこと言われてんのよ。アメリカでもやっぱダメなんやみたいな、うん、あんなん見るとね、なんかドラマっていうことを時々忘れるんよね。ああ、別の意味の面白さが。なるほど。っていう風に大人になったら思うね、うん、子供の時見とったらなんとなく上位面白いこともっと言えやとかなんかそう思うわけよ。そのダニーでかいなとか、うん、そんなんしか思わんないけど、うん、ちょっと年齢を重ねてね、まあ、高校生ぐらいになって見てもなんか思うとこあるんじゃないかな。なるほど、うん、で実際高校生まであるからね、シーズン8まではないけど、長女は高校生入るから。ああ、そうなんです、うん、だいぶ車の運転とかしてたもん。ああ、うん、でジェシーおじさんの車を思いっきり削ってみたいなのあるから、そういう話がね。で今ほら完全にもう途切れてシーズン8で、うん、で20年ぶりに今年あれがスタートしたよ。何？フルハウスの最新版が、ドラマがフラーハウスとかいうやつ。フラーハウス、フラーハウス、フラーハウスっていうの。本当に？本当本当、フラーハウスっていうの。フラーハウスで、フルハウスはダニーとジェシーとジョイが子育てをしてたよ、うん、だけど今回はDJ 長女と、うん、で次女のステファニーと、うん、で友達のキミーっていうのが俺 DJ の友達のキミーっていうの、うん、の3人が子供を育てるみたいな、うん、長女の子供とあと友達のキミーの子供が、うん、まあ、合計3人おるよ。なるほど。を育てるみたいな。でも3人っていう子供のその設定は同じね、うんうん、あ、3人とあと1人おるんか。4人や。赤ん坊が1人おる。なるほど、うん、で偉いもんでね、うん、でもやっぱその子供のね赤ん坊のシーンがやっぱ少ないよ、昔と比べたら。ああ。第1シーズンはね結構出てったんや、子供のミシェルが、うん、なんかその体ガーって持ち上げたりとか、飛行機みたいに手で持ってうーんとかやったりしてたんやけど、うん、そういうシーンはねやっぱないね。なんかいろいろうるさいんやろうね。なるほど、うん、あんなん見てるとやっぱ時代経ったなっていう風に思うけどねなるほど。でもそっちもどうなんやろ、見てないけど、まあ面白いんじゃないかな、わからないけど、うん、そっち側は第一シーズンとかにおったおじさんらはおらん。おじさんらは出てくるんやけど、うん、ゲストなんや、常時出ない。だからその長女たちが出る、うん、でミシェルは出んのよ、出演はできんかったんや一身上の都合で、大人の事情でね今ミシェルは役の人はものすごいお金持ちね、ファッションブランドで成功して、うん、で原作っていうかフラーハウスの方でもそういう設定にされてるのよ。ああ、うん、なるほど。でそれは役者たちがなんとなくその決めたんやって、そういう風にしようぜっつって。最初はなんか別のセリフやったらしいね。へえ。で役者たちがそういう風に決めて、そっちの方がだってなんていうの、みんな知ってるわけだからみたいな、うんうん、そのミシェル役の人がそういう仕事してるってことは、うん、だからそっちの方がもうなんていうの、嘘なく理解できるじゃないみたいな、うん、自然体でできるじゃないみたいなことでそれにしたいんで。なるほど。だからまあ第2シーズンがね制作されてるみたいでね、うん、そっちの方にまだ出んとか言ってたけどな、3時はね。なるほど、うん、まあ、いつ出るんやろうなと思いながら、うん、まあ 1シーズン見てないから分からんけど。じゃあコーナー行ってみましょう。サッカーワイドショー。はい、このコーナーはですね、何の見識もない2人が世の中のニュースについて話していくコーナーになります。はい、それでは今回はどういたしましょうか。今回はこれだけ用意しましたけども、何しようかな。じゃあね、はい、ソフトバンク優勝逃しましたが、はい、保証者続出、正規のV1 でいいのかな、うん、工藤監督の誤算、悔しい結果。はい、最大 11.5 ゲーム差。最大 11.5 ゲーム差よ、うん、11.5 ゲームあったらもう優勝って言ってもいいぐらいな、うん、いやそれは言い過ぎかもしれんけど、時期によるかもしれんが、普通に考えたらパワープロとかの世界や、うん、ペナントでいい選手取って海外派遣して、うん、ものすごい強い状態でペナント回したらこれぐらいいくよ。ああ。であーってもうなんかあれやなまさかの V を逃す、うん、で、宿敵が猛烈に追い上げる中で王者は失速した。7月は11勝11敗と工藤監督が指揮官就任後初めて月間勝ち越しを逃し、それもすごいよね、うん、だって就任後初めて月間勝ち越しを逃したって、中畑監督なんかずっと逆で勝ち越しっていうか負け越しやわ8月は11勝14敗と初めての負け越し、打線が不振に陥り、右手薬指骨折の柳田や左肘痛の和田ってピッチャーね、故障者が続出する誤算もあった。選手が油断したわけじゃない。悪くなった雰囲気、調子をどうするか考えてやったつもりだが、気持ちも調子も取り戻すことができなかった。宿敵との戦いの差は歴然で責任を背負い込んだ。で一方、王会長は戦いを終えた選手を集め、ここまで戦い抜いたことは胸を張っていいって、前を進むことだけを考えて、工藤監督の下で一丸となって頑張っていこうと改めて呼びかけた。で目標は日本一で、3年連続リーグ優勝は逃したが3年連続日本一の可能性は残ってるということだね。なるほど。まあリーグ優勝も正直もう最近あんまり意味なくなってるじゃなくなってるんやけどね。3位までに入ればいいんやろ。まあアドバンテージがあって1勝してないけど1勝してることになってるみたいなのある。ああなるほど、あとホームが何回とかなんかあるんじゃない多分。ああなんかあったね。なんか忘れたけど、そんなのあったはず。まあ、といっても3位が勝つことは十分にありえるわけよ。それまでに選手を温存しとけば十分可能性あるんじゃない。選手を何？いや選手を3位が決まってからか。そう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 、3位決まってからなんかいろいろ言ってたよ。勢いがさ、大事やとか言って、3位のチームは最後まで分からんからずっと戦うやん。でその流れでクライマックスに入ってくるから強い。なるほど。ただ1位のチームは決まって少し空いて緊張感が少しだけ解ける。ああそっか、広島がそうみたいね今年。なんか広島勝ってから負け越しってるってこと。負け越しみたいなことなんか前ニュースで負けが混んでるみたいな話見たけど。そうなんや。そういうことを言われとるわけ。なるほど。俺はね今日は調子悪いわでそのなんか日ハムが優勝して、優勝したっていうことなんやけど、だから15連勝したらしい。あ、そんなにしたらしいですよ。でも大谷様々やろもう完全に。まあそうやろうね。言っちゃ申し訳ないけどやっぱ中田翔がね、2割5分とかそんなぐらいしか打たないやっぱ。あれやっぱ致命的というか、そのやっぱもうちょっとあれ打てばこんな遅くはならんかったよ絶対。だって向こうも柳田がいまいちやからさ、今年はいまいちって成績じゃないかもしれんけど、そんなこんな打ったらおんのじやろみたいな。でも柳田のトリプルスリーやったっていう流れから考えるといまいちやなっていう。なるほど。同時に受賞した受賞っていうか達成した山田打ってるわけだからね。まあ怪我とかねあったけどね。今さっき言った小指とかの骨折とか、あとオフに右肘やったかなを手術したとか、あるけど、まあまあそういうのもあるんじゃないかなっていうね。確か正確かどうかわからんけど、正確がいや中田翔選手が25本やったかなホームラン今年で、大谷選手がホームラン22やったかな。考えられんやろ考えられん。だって片や野手の練習ばっかしてる人と、片やピッチャーと野手の練習をしてる人ない、ほぼ変わらんってどういうことなんて話で。そうやね。しかも大谷は3割打ってるわけよ。あーすごいやろすごいなだってそれでなんかテレビの企画であるじゃない、ノムさんがぼやきながら解説するやつがあるのよ。 S1 やったかなであるんやけど、あれでも完全にやっぱ大谷のバッティング技術っていうのが高いみたいで、完全に相手の配球を読んで打ってるって、今の完全に狙って流したなとかって、なぜなら同じコースに何回も何回も投げてるから、もう来るって分かってるから構えしてるって。だから完全に分かって打ってるっていう風に打者やもん。打者やね。でピッチャーとしてもやれるんよバケモン。もうみんなやった方がいいんじゃない、ピッチャーの練習も一緒に意外と打つんじゃないそしたらみんなが。でまたピッチング練習とかしたらなんか配球とかあるから、そういうのも分析してみんなキャッチャーやったらいいよしたら古田さんがなんで打てたかって、古田敦也さんノムさんのその弟子の一人、なんであんだけすごい2000番台も打てたかって言ったら、入団当初はしょぼかったよ。ノムさんっていうかそのスカウトの判断肩はいい、守備もキャッチングもいい、うん、打撃は目つぶってくれみたいな言われて、それがあそこまでいったっていうのは教え込まれたリードの技術を打撃、うん、バッターボックスの中でも応用できたのが一番の要因って言われてんのよ。なるほど。要するにこいつここ投げたらこっち打つなみたいな、うん、いうのが言われてるわけよ、うんうん、この日本ハムじゃないわ、ソフトバンクの話に戻るけどさ、うん、この工藤監督も怪我人多かったっては言ってるけど、うん、一応やってんのよその対策は、うん、ソフトバンクすごくて3軍まであるやんか、はいはいはい、ほんで千寿君もやっぱすごいよ2軍つっても、うん、だって2軍の試合とかで実況解説とかついたりするぐらいお金もあるよ放送してね、それを普通はありえんけどね。ありえんやそんなの、うん、それがどういう対策打ってるかって言ったら、うん、例えば1軍のローテーション先発ローテーション入ってるこいつが、うん、抜けた場合はこいつを入れるって2軍のこいつを入れるっていう風に決めてて、あ1軍と同じローテーションで投げさせるよそいつを、うん、要するに替えのやつがずっと同じ動きをするわけ2軍でも。なるほど。そしたらすぐ帰れるやんか。うん、すぐ帰れるね。休みのその感覚とかも同じなわけやから、うん、まあ移動とかにかかるかもしれんけど、その疲労とかね、うん、そのもあるかもしれんけど、まあ準備とかの時間がいらんよね、うん、もうそういったことを徹底してるらしいんよ。へえ。メンタルじゃないフィジカル的なことで、うん、そこまでやってもやっぱここの 11.5 ゲーム差詰められるってのは、うん、日本ハムのその総力もすごいし、うん、やっぱ大谷すげえよ。すごいね、うん、でこれをまとめてる栗山さんすごいよやっぱ、うんうん、このようにですね、はい、あんだけ圧倒的なソフトバンクが去年だって反メジャーやろあんなもんって言われてたんや、うん、チーム力が、うん、が2位なんやから、うん、分からんよやっぱ。3位はロッテやったかな。3位ロッテです。どうなるか知らんけど、でもソフトバンクが勝ちそうやけどな。うん、なんだかんだ言って、うん、なんだかんだって別に何も言ってないんやけどそれでは続いてのニュースいってみましょう。ですね、はい、じゃあ大谷つながりでね、はい、全米でも話題、大谷の二刀流はメジャーで可能かっていうやつ。ああ、なるほどね。4年ぶり7度目の優勝を果たした日本ハムの原動力となったのは、10勝22発の結果を残した大谷翔平だ。うん、優勝を決めた28日の西武戦での1安打15奪三振の完封処理は圧巻だった。でこの大谷選手がメジャーでも注目を集めてるって、うん、でだけどもメジャーの見方としてはうん、大谷は打者よりも投手の方が潜在能力があるっていう、うん、でパワーがあるみたいやけどもメジャーリーグで最上級のパワーがあるわけではない。うん、でそれやったらナリーグっていう、まあ、ナショナルリーグ、うん、DH 制がない今マイケン・ゴルドジャースとかが所属してる、うん、ナショナルリーグの方に行って先発投手として年間70から80打席立つ方が、まあ、彼の価値が高まるんじゃないかみたいな。あ、DH として出るよりも今の日本ハムみたいな感じよりも、うんうん、だからやるんやったらナリーグかなみたいな。ただ基本的にはピッチャーとしての方がなんか評価が高いっていう風に言われてるみたいですね。で同氏はメジャーリーグではサイ・ヤング賞や MVP の有力候補が話題になっているこの時期に日本のプロ野球でとても魅力的なことが起こっていると大谷の164キロで打者としての活躍を紹介したって、まあ、アメリカのその雑誌で紹介されてるっていう。うん、のがあるよね。なるほど、うん、ただまだ FA 権もないしポスティングでいつ承認するかも分からんけどね、うん、でメジャーでもねおるんよ二刀流ではないけど、うん、二刀流に近いやつ、うん、バムガーナーってやつがおってジャイアンツにおる、はい、バムガーナーっていう左腕がおる26歳、うん、独身かどうか知らんけどでそのピッチャーは左投げで右打ちない左投げ右打ちない普通だったら右投げ左打ちやけど、あ日本でよくおるんやったら、うん、左投げ右打ちの選手ってのはファーストか外野ぐらいしかないね、あと守れるところは。それとピッチャーで、この選手はピッチャーない。なるほど。で複数の米メディアによると、この6月30日に、ね、アスレチック戦で、うん、まあアスレチックスってア・リーグのチームない、うん、DS 制があるチームないで、 DS 制がある試合で、うん、先発のそのピッチャーっていうのは大体打席に立たないの、うん、なんやけど9番ピッチャーとして起用したんよジャイアンツは、はい、要するに打者1人出さずにピッチャーを打者として出したんよその試合。なるほど、うん、これは40年ぶりなんやって。あ、そうなん、うん、そういう出来事。でこの選手は何がだからそんな打てるんかったら、うん、2014年と15年に各ポジションで最も優れた打撃成績っていうか打撃をする選手に対して贈ってる賞がシルバースラッガー賞ってなる、うん、それを2014と15に連続受賞してて、で2009年から通算本塁打数は13本、うん、で現役投手としては最多ないで、14年15年に過去 2年間には143打席で9本塁打を放っており、うん、で ESPN っていうまあそういう企業がね、うん、によるとアルバート・プホルスってまあスラッガー、あ、なんか聞いたと、あとセスペデスっていうやつもおるよ、うん、まあ両方ともそのパワーがあるバッターなんやけど、うん、その選手たちよりも本塁打率を上回ってるっていうことらしいよね。はあ。でまあこの人が大谷翔平に対してそのなんかちょっとコメントしたみたいな、うん、まあ言われたんでしょ日本の記者から、うん、こういうピッチャーがいるんだけどみたいな。どう思います？そしたらまあリップサービスかなんかで、うん、とても特別な選手だから我々は契約しないといけないよみたいなことを言ったみたいなそう、この人はまあジャイアンツのエースらしいよね、はい、サンフランシスコジャイアンツね、うん、だからこのいつかそのバムガーナーとさ一緒にプレーした場合同じチームに打てるピッチャーが2人もおるっていうことになるからねすごいことやねそれ、なかなかないと思うそれ、うん、すごいよねこれはもし実現したら、うん、だって大谷はだって1番ピッチャーとかでやったりするからね時々めちゃくちゃやんかそんなこれはちょっとどうなんやろって言われてはいたけど、うん、もうこういうことやらしいよ。ただやっぱもう二刀流って今みたいな状況では無理かもねって、うん、見方としてはメジャーリーグのそのスカウトとかその記者とかの、うん、によるとね、あ、うん、そう、まあ正直これもうこれから先俺らが生きてる間でこんな悩み多分起こりえないような悩みやからねそうやね、うん、二刀流かとか、いやそうじゃなくて打者として通用するんかとか、そういう話じゃないからね、どっちも通用する前提みたいな話になってるから、でどっちか選ばんといかん苦渋の決断やわみたいな、一旦くじで引いてみて、でもしダメやったらもう一回他の方法で考えてみようかみたいなうじうじしてるみたいなこんなことありえんから普通は。そうですね。じゃあ次はね、ベイスターズの番長三浦、はい、ラスト登板10失点25年の現役生活にピリオド、うん、DeNA 対ヤクルトで29日、うん、DeNA の、三浦大輔投手42歳が今季のチーム最終戦で先発し、6回3分の1を12安打10失点で降板、プロ野球新記録の24年連続勝利はならなかった、うん、だから24年間1勝でもずっとしてたってことね。6回を投げ終えて10失点も7回のマウンドへと向かった。初回に1点2回に3点4回に3点を許すと1点ビハインドの6回には4安打3失点を喫し、なんか失点が多くてよくわからない4点差をつけられたで、6回は三浦からの打席で当然代打が送られると思われたが、三浦目を真っ赤にしたまま打席に入り、三浦コールが鳴り響く中センターフライに倒れた。でそして7回最初の打者雄平を渾身の137キロのストレートで空振り三振に仕留めると、マウンドに背番号18のユニフォームを着用し、試合に臨んだナインが集まり、全員だから18番やったの、はい、うん、涙を見せながら三浦と抱き合ったって。なるほど。で、胴上げが18回あったみたいな話があるんやけどね。18回や18番やから。ああ、なるほど。ワーシュワーシュの18回や、ね、そんな軽い気持ちでできるような体育ではないけどね、番長は。一般人からしたらとんでもなくでかいやつやから。で、三浦さんは25年間5000円ありがとうございますって言って、うん、で最後監督はじめ皆さんに配慮していただき、7回表のマウンドに立たせていただき本当に感謝しています。期待に応えることができず申し訳ありませんでした。ファンの皆さんにはマウンドに上がるたび、打席に入るたび大きな声援を送っていただき本当にありがたかったですと。25年間の現役生活に別れを告げた。うん、最後の25年間の別れを告げたは俺が読んでるだけだけど、その途中のそのありがたかったですまでは番長のセリフや、うん、なるほど、うん、なるほどって、そのもうボケをそうなめそうざらいしたボケをそのなんていうの洗い流した感じしたね、水で全部バーって洗い流して。なんでそうなんですよ。水性のマジックで書いてからすぐ落ちたやろ。すぐ落ちたやろ。はあ、10失点。いや、番長この終わり方であれなの、なんかなかなかないよね。いやね、うん、大体なんていうの1イニング投げて終わりとかやけど、うん、先発投手として最後までやりたかったってことなんでしょうね、うん、太陽ホエールズからだからね。ああ、横浜太陽ホエールズから、はあ、うん、から横浜やからずっと。一時期阪神に行きそうになったけどね。あ、そうなの。うん、行きそうになったよ。金本監督が大改革してる時に、あ、金本じゃないわ、間違えた、星野監督、うん、でその時に金本を取ってきたんや。金本さん、うん、広島から。あと片岡さんとか松坂大輔にものすごい空振り三振してた人、はい、うん、今コーチやけどね、打撃コーチか、うんとか取ってきて、うん、大改革をした時に番長も来んかねえみたいなことになってたんや、うんうん、だけどいかんかったんや。なるほど。ほんともう移籍すると思ったもん俺。あ、番長移籍するんやと思ってたもん、うん、キャラ薄まるなと思って、うん、なんとなく。だって番長でずっとそこおるから番長や。そうやね。移籍したらなんか番長っぽくないやん、うん、そこからまたスタートやからね。そうやね、うん、だから移籍戦で正解やったんやないかなって思うよ。優勝はなかったけどね、番長がその98年に優勝してるけど、うん、なかったわ、その FA 辞めてからの優勝は。その時に番長は番長ってずっと言ってるけどその番長は FA を辞めた時に横浜をどこよりも強くしたいっていうふうに思ったって、うん、言ってたから。なるほど。その会見かなんかで俺は見たんや、それを途中までな。うん、途中でネット回線が悪くなってなんか回らなってんのかちゃんとくるくるくるってずっとなんか円だけは回ってるんやけど最初が全然回らなかったんや。田舎やなでそっから見てないけどもさ、うん、このね番長はね俺よく FA で取ったわ、パワープロであ、はいはい、うん、第3先発としてよく取ったね、うちの上昇軍団の、うんゲームの中で。そうそう、沖縄ホーネッツのね沖縄ホーネッツの第3先発でよく獲得しました。特にねお世話になりました、ありがとうございます。25年間の5000円ありがとうございます。誰から番長は誰からね。番長は皆さんからやけども、うん、だねこうやってね減るとね、うん、パワープロでねコーチできるのよ、シーズン途中に。現役の選手が引退して投手コーチにしたりとかできるよ、うん、それができんなるんよ。こういうその実績のある選手が引退していくと山本昌は痛い。山本昌が引退したら痛い。だって1年目からすごいコーチ能力高いコーチをできるんよ、用意できるんよ。本当はパワープロは最初から最高の指導力が S なんよ、うん、だけども自然に出てくるのは A までなんよ。で1年目は CC なんよ、両方とも。両方ともってのは育成と適性を見極めるみたいなやつがあるよ、うん、それが CC なんよ、うん、で次の年から BC とか CB とか出てくるよ、うん、その次の年から BB が出始める確か、うん、そっから AB が出るよ、うん、そっから上はないんよ、うん、確か。なんで高知の留学みたいにさしたら確か AA か SA かとかになるよ確か、うん、要するに自然に出るのでマックスは A とか B とかその A がついてるやつがマックスね、うん、それを1年目からいや2年目か2年目から使えるよ山本昌がおれば番長とかがおればね引退させてコーチにしたらいいよわかるかね俺が言ってることそれができんなるのは辛いね正直、うん、これ減るとね打者もおらんしね今もう、うん、困ったよ本当にもうどうするんやろ一応サインにはなったみたいですけどいやね、うん、勝つんやろうかうんどうなのかなまあ番長投げるチャンスはもうないかもしれんけどうん、うん、筒香がすごいからねああ筒香選手うんキャプテンにしてから明らかに伸びたもんああうん225選手ねうんえそう言われてんのあそうあなるほどなるほど、うん、まあそれぐらいですなはいうん週4日更新中のプロジェクト作家チャンネルドラム動画や旅動画お笑い系動画などバラエティに富んだ動画を投稿しておりますこれからもプロジェクト作家チャンネルをよろしくお願いしますそれでは続いてのコーナー行ってみましょうドラム豆知識はいこのコーナーは私がドラムの豆知識を話していくコーナーになりますはいはいで今日話そうと思うことはですね何を緊張しとるんだ君いや緊張はしてないですけども、うん、椅子ドラムの椅子についてニトリいやニトリではないんですけどまあ椅子についてちょっと話していきたいなっていうふうに思うんですけども椅子はい椅子って丸くて上げ下げができるあそうですそうですまあドラム用語でスローンって言うんですけどもうーんはいスローンまあみんな高さ違いますけどもそりゃそうやろまあねうんその人終わりいやいや違うまあドラム叩いてる人の好き嫌いによって変えてもいいんですけども高さを、うん、でも何もうちゃんと喋れよお前うん、うんゆっくり喋れゆっくり落ち着いて一言一言赤ちゃんに喋りかけるようにゆっくり喋れその大きくもっと声を大きくせんと意味ないやろボケアホやなほんまアホかほんとボケやな完全にその椅子ですねそのってないねスローンで言えばいいんじゃないかスローンの高さをね、うん、まあその人の叩きやすい叩きにくいもうグーで言ってったこいつは腹出すから頭の中で整理して喋れってスローンの高さってのは、うん、あれってさ俺ドラム一時期叩いてたけど、うん、適当に決めてたのよなんとなくその叩きやすいとか、うん、まあそのスネアからの距離、はいはい、とか考えて一応なんとなくここかなってのでやってたんよ、うん、それでもいいのもうでもいいんですよねうん、うんその人の自由なんですけども、うん、その健康面を考えた時に、うんうん、腰ですよあ腰のこと突然話変わったんかと思った腰のことを考えた時に、うんうん、あんまり高くするのは良くないんですよ、うん、はいちょっと待って、はい、要するに個人に合った椅子の高さがあるってことスローの高さがあるってことそうですそれをやっぱ叩きやすさにもつながってくるわけもうつながってきますよあそう、うん、最初はやっぱ違和感あるけどねうん結果的にそっちの方が安定するっていう高さがあるわけそう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 いうのがある安定するということはやっぱ健康にもいいわけ健康にもいいわけですよ健康って言い方おかしいやろ腰とかさ痛めにくいってことやろそうそうそう故障が少ないわけ、はい、特にダメなのが、うん、その人の基準より高くすることその人の基準より高くっていうのは基準が何か分からない基準っていうかその人に合った椅子の高さより高くすること、うん、っていうのが良くないんですよ、うん、なんで良くないかっていうとその高くすることによって当然足がつきにくくなるわけじゃないですか、うん、だから要するにつま先立ちみたいになるわけねそうそうそうだからちゃんと踏もうとするためにちょっと前に出たりとかして、うん、要は要するにオナニーするときにツンって突っ張る感じでさ、椅子からケツ半分ぐらい出す感じやね。そうです。あれにすることや。そうです。でしかも あれは背もたれグーンってやってるからいいけども、背もたれなしでそのまま直立になるから半分だけ体重を預けて半分だけまた足の方にいってるから、はい、なんかおかしなことになるわけね。そう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 、体のそのバランスが悪くなって、うんうん、だから腰が悪くなるんですよ。なるほど。なんであんまり高くするのはよした方がいいっていう、うん、でもあんたずっと言ってるけども、基準ってどうやって基準、まあ、書いてないやん別にメモリなんかそんなもん。まあ、一応私が習ったその人自身の基準を、うん、の設け方としてはいろいろあるんですけども、はい、一説ではですね、うん、気をつけしてもらって、うん、直立？そうです、直立、立って、はい、立って、うん、して膝の皿あるじゃないですか。皿洗いね。いや皿あるやんか、はい、皿の縁の上の部分にスティックを当てた状態で、うん、皿の始まりと言われてるとこやな。そうですね、うん、はい、うん、そうですね。そこにスティックを当てた状態で、うん、そのスティックの高さまで椅子を上げるんですよ。今要するにスティックの下の部分やな。そうですそうです、うん、そこまで上げたらそこが座る場所でいいんやな。そうです、うん。そうです。変なおじさんですみたいな言い方したけど。でその高さは結局座りやすい高さね。そうです、はい。怪我しにくい高さなわけな。そうです。ほんでっていう、そういうそのまあ考え方があるっていうことですよ。なるほど、はい。まあ叩きやすいように座ったらいいんやけども、そう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 、よりなんていうのかな、高いレベルで、うん、安定してより長時間叩くとかっていう、まあプロになったら長時間叩くやないの、うん、ライブとかでも2時間とかね、うん、平気で やり続けんといかんわけやからさ、うん、そういうことを考慮して高いレベルを望むならば、うん、そういったことからそういう座る位置とか、うん、高さとかそういったことを考えてやった方が高まるよってこと、レベルが。そうです、そういうことです、うん、なるほどね、はい、そういうのにもルールは一応あるんだよってことで。そういうことです、うん。全部誘導されてるけどね。そうです。聞いてる人は違和感なく聞いてるんやろうけども、全部俺がアシストしてるからねこれ。細かいとことか全部俺やから。そう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 、うん。最初の導入もね、編集ではね、俺がパーって喋ってる感じやけどね、うん、あれこいつが何回もミスってからやから。どうしても喋れんから俺がアシストしたんや。うん、何回も間違えるから。何回も間違えて全然話にならんから、もう俺から喋るって言って、俺全然知らんのにね。めちゃくちゃと思うよ俺それは。まあそういう知識でした。うん、はい。それでは続いてのコーナー行ってみましょう。ワールドマイナーニュース。なんで笑ってんの。はい、このコーナーはですね、世界のマイナーなニュースを取り上げるコーナーになります。学生ペンギン盗み海へ放す。水族館野生では暮らせないのに南アフリカ南部ポートエリザベスで水族館に夜間忍び込み生息数の激減が危惧されているケープペンギン1羽を盗み出し、近くの海に放していた学生2人が捕まった。水族館は盗まれたペンギンバディは健康だが水族館育ちの野生では3週間と生きていけないだろうと学生の無視量に怒っている。水族館によると学生は2人とも20歳を過ぎている。21日に忍び込む様子が監視カメラに捉えられていた。水族館は27日、2人について揃って犯行を認めていて、ペンギンのためにやった。正しいことをしたと言っている。と説明。弁護士と対応を話し合っている。この学生は2人とも20歳を過ぎているっていう言い方が、そのなんかもう完全にこいつらアホやなみたいなふうにね言ってるやん水族館が。言ってるね。だってなんか小学生のあの子が、うん、例えばなんて名前だっけあれ。金魚みたいなやつでメキンバカがあメダカバカディズニーとかであったやつやリロアンドじゃあれは違うわニモあファインディングニモや、うん、あれを見て小学生とかぐらいの子供が小1とかなんかあったね、うん、なんか逃がしたとか、うん、便所とかにね、うん、まあああいう感じなんか感じやんかなんか、うん、これ20歳行ってる学生2人が普通に考えたらわかるやん。水族館で餌もらってるやつがさ自然行って餌取れんよいきなりは。自分のこと考えたらわかるんよ、うん、じゃあお前がいつもその店行ってね物買って食うわけやんか、うん、じゃあそれがなくなってお前もじゃあアマゾンで暮らしていけっつって言われてアマゾン連れて帰ったら餌一つも取れんと思うよ多分、うん、取れんと思う。手痛いしね、足痛いし、うん、と一緒や、うん、これをやったっていうんやから南アフリカ元気やわ元気や、うん、夜中忍び込んだんやから夜中じゃないと見つかるってことは分かってるそこだけは分かった、うん、そこだけは分かった、ね、ただペンギンが生きていけると思った。しかも1羽寂しいやろそんなの。寂しいな、うん、また1羽死んでるみたいな話になってくるからまあこれは生きてたみたいだけどねバディはバディ、うん、一人のくせにバディやから意味がわからんもうなんか。しかもこのなんか2人とも20歳を過ぎてて21日忍び込んで27日2人ともみたいななんか2が多くてさ読みにくいのよ正直もう分かりにくいし、まあ、こういうことが世界では起こってるってことですよ。はい、うん、はい、それでは今回も話していきました。いかがだったでしょうか。それでは今回はこれぐらいでご拝聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。また私たちが投稿している Twitter、Facebook もございますのでそちらの方もよろしければご覧ください。そしてご意見ご要望ご感想がある方は下のコメント欄にお願いいたします。それではさよなら。さよなら。